攻めてはいけませんという表現はすごくね、これ誤解を生みやすいんです。攻めるというのは、まあ、ある意味で波動的に言うと非常に荒い波動なので、本源とのつながりを遮断してしまいますから、攻めることはそういう弊害がありますよということを正しく理解することは大事です。ただし攻めるなって言われても攻めちゃう時があるじゃないですか。でそこが大事で、私はですね、私たちが何かの現象の結果として反応してしまうもの、ポジティブに反応したりネガティブに反応する、今の場合であったら、ね、わーってこんなことしちゃった俺ってダメだって反応しちゃったことそのものは、ある意味出てきちゃったのがしょうがないということです。で大事なのはそれをに気づくということがすごく大事、あ今自分を責めてるぞっていうことにいち早く気づくということがすごく大事なんですね。でただですね、これもですね、あまりにも衝撃的なことは、自分が今どういう状態になっているかを客観的に見るということすらも忘れてしまうということがあるので、それはもうそれでいいと思うんですよね。ただしこのような知識を知っておくと、ある程度落ち着いた時に、あの時相当自分を責めてたぞって言って、責めてる自分を責めないっていう感じですよね。つまり自分を観察するっていうことです。自分自身を客観的に見る、第三者的に見る、いかにそこの視点に自分を持っていけるかっていうことが大事で、どういう反応してはいけないということ、もしくはどういう反応すべきだということではないということですね。どんな反応しても、どんな反応してるかを自分でもう一つの視点で見る、観察する、これはすごく大事。それからもう一つは、衝撃によって、例えばそのぐらいものすごく強烈にインパクトにあるときは、即座にそうできないことがあるっていうことも知っておくっていうこと、それでいいっていうことですね。だからね、田久保さんから、ね、俯瞰する視点が大事だよって聞いたのに、できてなかったってまた責める必要がなくて、あの時はそれでいいんだよね。でも今は少し冷静に捉えるから、あの時相当自分だからこういう気持ちが出てきたなというふうにまず気づくということですね。でさらにこの先がありまして、気づくことができると今度初めて修正がしやすくなってくるんですね。あ、責める必要ないんだなっていう、最初から責めちゃいけないってやると、今この自分を責めるというものが表出してる時に、責めちゃいけないってこうやると拮抗が生まれるんですけど、あ、こういう時って私自分を責めちゃうんだなっていうことを一回受け入れた上で、また同じようなことがあった時に、あ、必ずしも責めなくてもいいよねとか、そういうふうにコントロールしやすくなってくるんですよね。だから最初からねじ曲げてコントロールしようとしたり、攻めるべきでないという捉え方をして、攻めちゃってる自分また攻めるとか、そういうふうにしないで、まず自分自身のその反応を客観的に見るというのがまず一つありますよね。